ブジランテ・メンドーサはフィリピンの映画監督である商業映画のプロダクションデザイナーからキャリアをスタートさせ広告業界へ転身 CM のプロダクションデザイナーアートディレクターとして活躍していた2005年にマニラデドリームを制作し映画監督としてデビューロカルの国際映画祭でビデオ部門金表彰を受賞した2007年のティロドーは 第57回ベルリン国際映画祭カリガリ賞を受賞。2008年のサービスによってフィリピン映画としては24年ぶりとなるカンヌ国際映画祭コンペティション部門への出品を達成。2009年の第62回カンヌ国際映画祭では2年連続でコンペティション部門出品となったキナタイマニラアンダーグラウンドマイナスにより監督賞を受賞した。 また同年、ローラが第6回ドバイ国際映画祭で作品賞を受賞した。2012年の第62回ベルリン国際映画祭では、囚われ人パラワン島観光客21人、誘拐事件がコンペティション部門で上映された。また近年では、自身が主催する映画祭、シナグマニラフィルムフェスティバルを立ち上げ、若手への援助も、 積極的に行っている。ありがとうございます。